マリー・ロジェの謎は、エドガー・アーラン・ポーの短編小説。突然の失踪の後、水死体となって発見された、香水店の看板娘の事件の謎を、c o ュスト・デュパンが推理する。モルグ街の殺人に続いてデュパンが、探偵役として登場する推理作品の第2作であり、また、現実の殺人事件をモデルにした、最初の推理小説であると考えられている。 スノーデンスレディスカンパニオン1842年11月号、12月号、1843年2月号に分載された。1853年の差し絵前作、モルグ街の殺人での活躍の後、CEO オーギュスト・デューパンはすっかり、パリ警察から一目置かれる存在となっており、しばしば事件の解決のための協力を依頼されるようになっていた。 モルグ街の事件から2年経った頃、ある若い娘の殺人事件が世間を騒がせるようになる。犠牲者のマリー・ロジェは母親と二人暮らしをしている女性であり、その美貌に目をつけた商人に依頼され香水店の売り子をしていた。しかしある時不意に店からいなくなり、その時は一週間後に何事もなかったかのように、再び姿を現した。それからは香水店も辞めて、 母の家に引きこもっていたが、その5ヶ月後、再び姿を消した彼女が、4日後にセーヌ川で死体となって発見された。語り手とデュパンはしばらく前から世間と隔絶した生活を送っていたためにこの事件のことを知らなかったのだが、警視総監に依頼され協力を求めると、まず新聞各紙を集めて報道記事を拾っていった。デュパンはその中から、 各種の報道の食い違いや矛盾を次々と指摘していき、やがてに聖者の隠れた恋人である海軍士官の犯行を推理する。作品の冒頭で明示されている通り、マリー・ロジェの謎は実際にあった殺人事件をモデルにして書かれている。元になっているのはニューヨークで起こったメアリー・ロジャースの殺人事件である。彼女は1820年に コネティカット州ライムに生まれたと推測される女性で、1838年10月4日、ニューヨーク市において失踪し、美しいタバコ売り娘として有名となった。この時は数日後に無事に戻ったことが、新聞各紙で報道されており、海軍士官と駆け落ちしようとしていたのだとも噂された。そして3年後の1841年7月25日に、再び失踪し、28日に、 ニュージャージー州においてハドソン側に死体となって浮かんでいるのが発見された。著名人となっていた彼女の死は数週間の間アメリカ中の注目を集めた。数ヶ月後、まだ捜査が続けられていた中で彼女の婚約者が服毒自殺を遂げた。マリー・ロジェの謎は舞台をパリに移しながらも常実の事件の大枠をほとんどそのまま採用している。 推理小説という形式を借りて、アメリカ中に知られていた当時進行中の事件の解明を試みたのである。ある書簡でポーは次のように書いているデュパンによる謎の解決にこつけて、私はニューヨークで起こった現実の悲劇を非常に厳密な分析を行ったのです。現実の方の事件は非常にメディアから注目されていたにもかかわらず、迷宮入りとなったが、 ポーはこの事件の関係者が作品内で展開した推理を肯定したことを後の版に記している。現実の出来事をフィクションの筋に採用することは当時のアメリカ文学ではよく行われていたことであった。ポー自身もこれ以前にビーチャム・シャープの悲劇と呼ばれる現実の殺人事件をポリティアンという戯曲にしようと試みているし、ウィリアム・ディルモア・シムスやトーマス・ハリー・シャイバースなども 現実の殺人を扱った小説を発表していた。しかし、それを推理小説という形で行ったのはこの作品が最初だと考えられている。ただし、マリー・ロジェの謎は作品としては成功しているとは言い難い。初期の批評は以下のように表している。これは物語というよりもエッセイだと言った方が良さそうだ。推理能力のエクササイズの退屈さはあれ。 エッセイとしてなら成り立ちうる。だが物語としてはほとんど成立していない。この作品には字が通っていないのだ。登場人物は動きもしなければ喋りもしない。分析論を専門とする学生とか犯罪学の熱心な愛好者とかであれば、ある程度の偽らぬ興味を持って読むこともできるだろうが。日本語訳は、傍小節前集』三初週の丸や再一訳を参照した。脚注。 ありがとうございます。